やっぱり前よりも上手になってる。声が前より響くようになってるし、前よりも感情が乗ってて、叩いててすごく楽しい。ファンフェスタに出るためにいつもとは違う歌の練習をしたって言ってたし、それが関係してるのかな。さきちゃんとしほちゃんも楽しそう。よし、私も一緒に。はあ、今日のライブも楽しかった。うん、歌っててすごく気持ちよかった。お客さんの反応も前より良くなったね。乗ってくれる人が増えてきた。私も見えてたよ。リズムに乗ってくれてる人を見たら、私も楽しくなっちゃって、弾きながら踊っちゃった。ああ、あの間奏でステップ踏んでたやつね。さっき踊ってたんだ。見たかったな。みんな緊張しなくなってきたね。さきは音が滑らかになったし、いちかは自信持って歌えるようになってる。ほなみも前は音が少し小さかったけど、今は自信を持って叩けるようになってきてる。みんな少しずつだけどちゃんと成長してるよ。しほちゃん、よかった。しほに褒められるとやっぱり自信がつくね。うん、嬉しいね。この調子でもっともっとライブやったらプロになれるかな。さすがにそんなうまくはいかないけど、練習してライブを重ねていけば実力はつくから、私たちは私たちのペースでやっていけばいいよ。そうだね。少しずつでもいいからうまくなれるように、練習もライブももっと頑張ろう。おー、じゃあ片付けが終わったら帰ろうか。私次のライブについて店長と話してくる。シフトの話もするから少し時間かかるかもしれないし、先に帰ってていいよ。はーい。あ、しほちゃん。何？いつもありがとう。ライブの手配とか準備任せちゃって。もし何か私にも手伝えることがあったら言ってほしいな。できることがあれば何でもやるから。ありがとう。でも別にそこまで手間じゃないから大丈夫。何かあれば言うから、その時よろしく。じゃ行ってくる。あ、うん、行ってらっしゃい。ねえねえ、ほなちゃん、これってどこにしまうんだっけ？ああ、それはね。店長、お疲れ様です。今日もありがとうございました。ありがとうございます。来月もお願いします。はい、頑張ります。あの、それで前も言ってたチケットノルマのことなんですけど。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。だけどいつまでも甘えているわけにはいきませんから、次のライブからは他のバンドと同じようにチケットノルマもやらせてください。はい、お願いします。お疲れ様。明日からまた練習だね。そうだね。次の曲のことも考えないと。あ、そうだ。私いいメロディー思いついたから、明日みんなに聞いてほしいの。え、本当？
早く聞かせてもらいたいな。私も、サキちゃん、期待してるね。気合い入れてまとめてきます。でも、今日はライブで疲れてるだろうし、ちゃんと休まなきゃダメだよ。わかってるって。またしほちゃんに怒られちゃうもんね。じゃあ、いっちゃん、ほなちゃん、また明日、学校でね。うん、気をつけてね。バイバイ。さきちゃんも、いちかちゃんも頑張ってるな。ライブだけじゃなくて、曲作りも。しほちゃんには、練習を見てもらうだけじゃなくて、ライブ関係のこともやってもらっちゃってるし。私にも、何かできればいいんだけど。まだ何ができるかわからないけど、考えてみよう。私がみんなのためにできることは、